これが被害者の写真か。はい、名前は青色のアイドルグループハツラツポッポドリームカムトゥルーの青色担当らしいです。頭部を鈍器で殴られ今は意識不明の重体です。そうか。しかしこんな可愛いアイドル。事件に私情を挟むな。常に客観的に物を見るんだ。はい。犯人の目星は、その程度で犯人を捕まえようと思っているのか。だとしたらお前は刑事失格だな。これを見ろ。これは襲われる3日前のレノピーのツイートだ。レノピー？レノピーは何らかの秘密を知ったということだ。レノピー？それから襲われる2日前、レノピーのインスタのストーリーには事務所の社長の写真が、その横にもいけない関係という文字が。これはハツラツポッポドリームカムテルのファーストシングルの表題曲の題名だ。センターは黄色担当の小金井舞、通称舞ちゃん。あれはいい曲だった。絶対ファンだこの人。うん、あれはいい曲だ。この人ハツラツポッポドリームカムテルのファンなの。特にラスサビが好きだ。なんかファンとしての情報の方が多くないか。そして被害現場の自宅には舞ちゃんの黄色担当のタオルが置いてあった。舞ちゃん？レノピーは青色担当だ。つまりこれはレノピーを襲った犯人がマイチャムであるというレノピーからのダイニングメッセージなんだよ。これが俺の推理だ。レノピー大丈夫かな。ずっと何言ってんだこの人。レノピー、カタカナが多すぎて何言ってるか全然わかんないよ。俺絶対マイチャム捕まえるからね。は？大体昔から嫌いだったよマイチャムのこと。あいつファン対応悪かったから。むちゃくちゃ市場入ってるじゃねえか。むちゃくちゃ市場入ってるじゃねえか。よし、被害現場に聖地巡礼だ。いやいやいや、ちょっと待ってください課長。ちょっと戻って。なんだよ、自宅の写真撮るだけだな課長。なんだよ、ハツラツポッポドリームかぶってるのファンなんですか。俺ハツポポのファンって言った。略してるじゃないですか。言った。絶対ファンじゃないですか。いや、そうなんだ。昔からさ、あのファンでさ、握手会でも結構行っててそれでグッズとかも買っちゃって給料散財しちゃった。急にファンになったな、この人。厳しさ勝った頃の課長はどこに行ったんだよ。あの課長、ファンだとしたらこの捜査から外れてもらいます。市場が入りますから。お違う、俺は箱推しだ。全員好きなんだ。全員スーキーだ。楽しいじゃない限り捜査に市場が入るわけないだろ。何考えてんのお前。なめんなよ若造か。レノピー青色のタオルだ。レノピー推しだ。レノピー被害者推し。もうバチバチに市場が入る。こんな人は一生押すたそう。一生押すたそう。あ、課長、署からメールです。ああ、そうか。青色の自宅付近の監視カメラに怪しい人物が映ってるそうです。ああ、小金井舞だろうな。課長です。え、俺、え、ああ、張り込みだなあ。牛乳とアンパン持ってるだろお前。うちわとサイリウム持ってる。なんで。うちわとサイリウム。ああ、あれか、ファンとしての身辺警護か。ストーカーじゃないっすか。そうか、ストーカーにしか見えないっすよ。そうか。あ、もうとりあえず警部に連絡しますね。おい、ちょっと待って、それだけやめてくれお前。はい、わかりました。青色が意識取り戻したそうです。本当か。はい。